はい、皆さんこんにちは、岩田俊一です。はい、今日の豪華ゲストです。はい、自己紹介よろしくお願いします。はい、お願いします。岡田結香です。はい、山木星羅です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日は大使館取りに来ております。はい、で今ね拍手の音が入ってると思うんですけども、はい、今日は、公開撮影イベントということで、ギャラリーの方を入れてですね、はい、はい、真剣ニコイチ対決ということで、はいはい、岡田結香ちゃんと山木星羅ちゃんに、横田慎一に挑戦していただきます。頑張ります、はい、頑張ります、はい、お願いします。ゴルディアプレゼンツの企画でございます。そしてですね、今日も勝利チームにコムタンスープ用意しております。はい、めっちゃ美味しかったですよね。はい、はい、これですよ、冷凍。はい、ちょっと今冷たいですけど。そうですね、温めたら美味しい。さっき食べましたね。はい、めちゃくちゃ美味しいよね。これ大好物、うん、これみんな食べましたよね。うん、これ売り切れちゃうんで早めに。あ、そうなんだ。はい、予約しとかないと。めっちゃ美味しかった、はい、美味しかった。今回勝利チームに特別にプレゼントということでですね、はい、大使カントリーさんからね、はい、提供いただいております。はい、姉妹コースですから。はい、あ、そうなんですね。コマカントリーとね。そうなんです。はい、ということでですね、はい、まあ今日のルールなんですけども、はい、前回と同じようにですね、奇数ホールはオルタネート、はい、交互に打っていきます。交互にね。はい、女子チームが交互に、僕は一人で。はい、一人で、はい、孤独に、はい、孤独に、はい、はい、やっていきます。え、ちなみにそのホールアウトした次の人がやるって感じですか？そうです、そうです、そうです。はい、なので、グースホールはベストオブオールと、はい、なので1番ホールで、ホールアウトした人の次のプレイヤーが3番ホールの了解です、はい、ティーショットということになります。はい、はい、前回ね、横田慎一女子チームに負けております。はい、今回は負けられませんよ。厳しいですよ、このルール、ね、思った。だってベストホール結構いい感じよね特にそう、この大使はちょっとね、OB ヒモはちょっとあるんで。あ、そうなんだ。コマカントリーは結構広いんだけど、うん、大使はちょっとタイトなんで、一発やっちゃうとチーンです。チーン。まあ言い訳は無用です、はい先に言っとかないと、うん、とりあえずね頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ということで、はい、日没もあるんで、はい、ちょっとややこうサクサクっとハイスピード目で回る、いきましょう。了解です。はい、ちょっとギャラリーの方々はちょっと、はい、大変かと思います。頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ1番ホール横田さんやっていきましょう。はい、はい、打ち下ろしのパー4でございます。はい、アベノハルカスに向かって打っていきましょう。アベノハルカス何ヤードなの？あれ400ヤードパー4ですね。見えるアベノハルカス、あのなんかぼやけてるやつですか？そうそう、ちょっと曇ってるけどね。なんでアベノハルカスって言うんですか？ビルかなんかの名前ですね。え、そうなの？ビル、あ、ビルの名前、そうそう、ですよね。大阪の、うん、大阪、多分そう、天王寺アベノにあるね、日本一高いビル。あ、そうなんだ。でございます。あれですか？そうですよ。見えてます、ね、すごい。へえ、すごい。初めての大使だけ。どうした？いや、ピコピコ、レーザーをえ、そうキャディさん、はい、今日のキャディは貴公子です。はい、貴公子、今日もよろしくします。お願いします。足ぐねらないようにしてくださいね。はい、左バンカー越え250。はい。はい、左バンカー。ピコピコ、ね、ピコピコ当てます。え、でも狭いね。でも200、うん、でも距離は270ですね。実質速はね。うん、打ち下ろし引いてってことですよね。はい。結構タイトですね。そうなんです。1番ホール結構緊張するんです。これ、え、めっちゃ緊張しますよね。はい、これ多分 QT だったら間違いなくアイアンで、間違アイアンだってなんか右手も左手も OB じゃん。はい、でも今日はウッドでドライバーでいきたい。はい、はい、で T はバック T と女子は前ですね。フロント T、 白1番だけ OB やった時だけマリガンやっていいですか？いやそれはダメですか？え、自分に聞いてください。それは自分に聞いて、それがいいのか。どうですか？自分に聞いてください。 OK にしましょう。まあ女子優しいんですね。2発打てるからね。そうそうそう、うん、ここだけちょっとお願い。そんなにやばいんだ。これ結構なんかどっちも行きそう。そうだって、怖い。あのギャラリーの方がいるからちゃんと振らなきゃいけない。ああ、うん、確かに。そうするとちょっとほらね、うん、試合だったらアイアンで打つんだけど、うん、やっぱりせっかくギャラリーの方いるから、そうです、ドライバーをお見せしたいなと思って。そうですね、そう、優しい、はい、サービス精神。はい、そういうことでよろしくお願いします。ギャラリーの皆さんもよろしくお願いします。じゃあ行きます。じゃあちょっと朝っぱらなの、朝っぱらというか1番ホールなのに、まずまず10割の力で振ります。お、はい、
あー、おー、うわー、ちょっと、ちょっと右、危ないかも。あ、なんか、うー、ではもう一球いきます。はい、今から勝負が始まります。今から勝負でございます、はい、よろしくお願いします。いいよ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 、はい、うん、悲しい。よかったよし、じゃあちょっと今度ちょっともう10割とかじゃなくてちょっともう真剣なやつでいきます。はい、おお、どうでしょう。はい、ありがとうございます。ギリギリ、うん、どうしたかな。ナイスです、ありがとうございます。いや、やっぱお約束でやっとかないといけないですよ。まあね、はい、と言いつつもナイスショット打つっていうね、はい、かっこいいのもあったけど、オプションとしては、はい、はい、こんなもんですよ、私は、はい、なってきたら言うわ、やってたら途中で、うん、さあ、はい、あ、落とした。女子チームです。これね、オルタネートの順番を決める意味も兼ねてるティーショットなんで。確かに、あ、そっか、はい、オルタネード、いい、ピアイアうまいよね、何でしたっけ、オルタ、オルタネード、オルタネート、ネートオルタネート、うん、そう、交互に打つノースやってるんですか。そう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 、だから、うん、イーピーアイアンうまいじゃん。じゃあドライバー、あ、そっか、そしたらここ一人、いやいや、いや、あの、でも全然曲がる可能性あるから、ここだけはね、二人打てます。二人で、はい、オルタネートね、あの、フォーサムとも言うんだけど、はい、今回スリーサムだから、はい、フォーサムっていうのもおかしいなと思って。ピッピー先に言って真ん中行ったら私が頑張ってくるわ。分かった。むちゃ作戦、作戦、作戦ね、チーム戦じゃけんね。そう、コムタンのために頑張らんとき。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。クラブ、クライバー、いつから回っとらんけ。セット、右行っちゃった。あ、やばい。どっかな。やばい、やばい、やばい。やばい。打ち直しダメよ。あれ、あれ、あれ、あれ。これ OB だったら打ち直しありにします。あ、本当ですか。いや、大丈夫です。多分。はい、私が。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、お願いします。まっすぐ行ってくれ。うん、耐えてよ、帰ってきてるか、帰ってきなさい。耐えて、あー、あ、とと、と、あ、はい、じゃあどうぞ、もう一球どうぞ。すいません、これで何の文句も言わないで、チャレンジしましょう。すいません、何の文句も言わないで、これここは振ったら右に行くんです。若干救われた感あるね。救われた、一個すらもっと来たかったのに、それ今からですね。うわ、右行くんか、はい、だってさ、本当のコントロール勝負だったらアイアンで打つでしょ、これ試合だったら。アイアンだね。ね。おい。オッケー。やっぱ2回打ったらまっすぐ行くよね。2回打ったらね。なんとか。オッケー、ナイスショットです。これでみんなチャラじゃん、どうせ。そうそうそう。マリガンなしで同じペナルティーくらい。マリガンの由来って知ってる？わかんないです。ですか？マリガンさんっていう人がこう打ち直しをしていいっていうのから始まった。これ調べたね、いや。はい、じゃあ今度こそは。もう何事も、はい、何もなかったことにしていきましょう。このギャラリーの全てはチャラ。オッケー。はい。こ
うん、ギャラリーの多さを取りたい。ありがとうございます。すいません写真で撮ろう。あのギャラリーの方もなんか質問とかあれば言ってください。びっくりした。あのちょっと動画撮るよ。疑問があればいつでも言ってください。 YouTube 参加型ギャラリー参加型イベントですから。なんか自由ですねこのイベントは。皆さん手振ってください。はーい Thank you for coming。 イエーイ。後ろも後ろも違う、逆イエーイ盛り上がってますね。盛り上がってます。うん、セラね遅刻してきたからそのぐらい頑張んないとね。そう今日到着だから前日到着で今日到着になってるからね。お疲れ様でした。そうそうお疲れ様でした。いろいろありますね人生、うん、人生いろいろあったね。考えてた新幹線でなんでこんなしんどい思いしなきゃいけないんだってね、日本小さくてよかったって思いながら。確かに本当だよね。オーストラリアってどんぐらいサイズ、ま、あの電車でどうにかならないサイズ。そうだね。北海道から沖縄みたいな、うん、が一個の県をまたぐ感じ。東京から面積どんくらいなの。日本10個分ぐらいかな。いやいやもっともっともっとございます。はい、じゃあもうこれがオーストラリアやったらこれが日本持った、これぐらい、これが失礼で、これじゃあいっぱい行ったことないとこある。あるあるある。もう真ん中らへんとか全部砂漠焼き。そうだよね。はい、砂漠焼きどこなの。え、砂漠焼きって言ったっけ。あ、砂漠砂漠です。砂漠、砂漠。あ、ね、ちょっとあの東京弁なの。あと、え、うん、でもなんかいろいろ混ぜた。スーラーはなんかおかしいんだよね。私のと喋ってる砂漠焼きって言いましたね今。あの福岡にいて、福岡、ね、福岡博多弁が映ってるんですか。でもなんかからの広島からの岡山からの関西来るよね。そうそうそう。広島弁もちょっと入っとるもんね。そしてごくために沖縄入ってくるけいろんなのが入ってくる。そう、混ぜこうぜ。セーラーさ、ベシュネル測るやつ。あ、まだ、そうそうそう、まだそうなんですよ、新しくなってない。まだちょっとあのどうしたの。あのね、私のはちょっと遅いんよ反応するのが。そうなの。そう、じゃけんセーラーので、ブッシュネルを買いましょうください誰かアピール。これ超いいやつじゃん、うん、このブッシュネル。次どっちから行くか。いい飲みっぷりですねお姉さんCM が来そう。あー美味しい。どうしよっか次。次どっち。セーラーの方が飛んどるよね、うん、でもまあまあそっか。あめちゃくちゃ自由な感じですけど、ゆうかたさんもうね、ゆうかちゃんが127、127、はい、距離だけ、はい、てか思ったけどここでも交互ですよね。そうだからどっちが打つか決めなきゃいけない。セラどうする。ここが、あ、そうか。そうです、もう一球で行くんだもんね。これとじゃあ私パターするけんリーピー打つ、うん、リーピーどっちがいい。パターの方がいい。セラのゴールドかな。わかんない。そっちでしょ断然。あ、そうですね。どっちが打ちやすいかな。どっちでもいいよ。あっちで行こう。オッケー。じゃあ拾います。じゃあ次自分が打つんか。多分さ、しかも段のさ登ってくれたところだからラフからがちょうどいいよ。オッケー、ウェッジでいい。あ、56もいいですか。すいません、セーラーごめん測って。あ、シャフト変わった。いや変わってない。セイラちゃん88ヤードありがとうございます。56大丈夫です。大丈夫です。2人入れると86。ありがとうございます。88ヤードお、なんか分かってるねピンの位置ね。いいピン位置に来てますね。いいピンの位置。うん、ユピよろしく。 OK です。88 85。86ヤード、はい、何番でしょう。50度で。50度、はい、いきます。あー、でかいかな。止まって。あ、全然。おお、ナイス、止まるね。ちょっと左行った。めちゃくちゃ、はい、いいよ。じゃあ僕は85ヤード、はい、持ってるクラブは56度です、うん、はい、もうベタっとよろしくお願いしますよ、はい、ベタっといきますよ。はい、
仕上がってますね。うわあ、仕上がってますね。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ナイスです。ごめんね、左行っちゃった。全然、うんうん、いいんじゃないですか。まあそうですね、うん、まあちょっとだから、今何意識したんですか。今はい、まあ、今ちょっとだけ右向いたけど、ちょっと右向いたね。ちょっと右向いた。でもまあちょっと試合用の、やっぱ左足下がりってこうちょっと上から行きたくなるから引っ掛けるウエッジが、そうですね、ちょっとやっぱこう入るから、その分ちょっと右向いたんだけど、うん、まあ、あれはちょっと本当は練習ラウンドだったら左向く、もうちょい左向いて、あんまりこうやんないようにね、うん、やります。ちょっともう今日は頑張んなきゃいけないんで。そうだね、前回負けてるから。そうですね、うん、さあ、オッケー。横田慎一本気ですよ今日は。あ、それは飾り使わない、使おうか。いや、いいんで。聞いてる俺の話。あ、ごめん、全然聞いてない。すいません。あの、 YouTube なのこれ。もう今女子会しました、2人で。え、な、もう一回、もう一回。なんて言いました。すいません、プレッシャーかかったかどうか。うん、全然もう大丈夫、集中して。セラーもういいか、打ちたくない。分かった。打たないでいいところに。打たないでいいようにして。はい、大体この地形が、山が向こうに向かって下ってる時は大体錯覚で平らに見えたら絶対向こうに傾斜してる。あ、いいよ、ピン持つ。新地に向かって順目やでとか言って、そういうことですか。大体新地に向かって大体傾斜で下ってる。箕面の山とか言ったらないわ。上りのスライス、はい、今季1勝してるもんね、マイナビ。そうなんです。その時ね、もうちょいパター良かったんで。あ、大丈夫です、ありがとうございます。優しい、キャディさん本当に何でもしてくれる。キャディさん、そう、伊丹までも、あの、送ってくれるしね、帰り。こっちの下りは早いですね、うん、来角も曲げてくれるし。何でもできるじゃないですか。あー、弱いかも。来たか。ごめん。惜しい。OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。拾います。いや、ショートはいけんよ、ショートは。最初からあれですね。横田さん、ピンどうします。あ、ピン大丈夫です、いらないです。はい、本気だから。お願いします。リッピー、なんかなぁ、カップの付近はあんまりフックしなそうなんだよな。橋本さんですよね。そう、ライジング行く。ね、バカみたい。本当にすいません。オッケーです。わぁ、ちょっと今のはいかねカメラマンから、うん、ちょっと今のはちょっとダサすぎるね。曲がったんですか。うん、え、めっちゃ切れます ね、 ね、うん、なんか変なぐらい切れますね。ダメだというね、うん、フォローされちゃってますよ、セーラーに。まあ、あの、だんだん途中から暖かくなってきますんで。でも9ホールしかないですよ、今日。はい、パちょっとパパ、うん、ねえ、9ホールしジャブ入れてみた、今9ホール、ね、皆さん気をつけてください。そう、ここね、気をつけてね。さっきたくさんのそうギャラリーの方がスライディングしてたね。スライディングしてたね。命拾いしましたね、2人とも。いやー、よかった。いや、ほんと、いや、でも人のミスね、よかったって。え、違う違う、そういう意味じゃない。違うよね、違うよね。そういう、よかったっていうのは、とりあえずパーで抑えてよかったってことだよね。青から長いですね。入れて185ぐらい。185。すごい。全部。ありがとうございます。あ、はい。一人は。自分についてる？ついてない。いや、なんかちょっとピン位置がすごいね。なんか。ついてる、めっちゃついてる。うん。ね、貸してほしい。やりがいのある。唇乾燥して全部ポロポロ。203ヤードですね。取れるよ。UTT かな。揚げなのかな。ちょっと揚げ感じますね。はあ、この 4U で、うん、行きたいと思います。ちょっとでも OK。
ちょっと上げてるね。うん。こんな感じで。テントいいね。うん。フェードしてくれば。ちょっと左。捕まっちゃった。ちょっと左。ちょっと大きくないですか？大きいですかね。多分バンカー入っちゃいました。ちょっと大きいですね。そんなに？うん。なんで？うん、なんで？確かに。ちょっとアゲンストかなとちょっと若干思ったんですけど、ちょっとだけ強くちょっとね、風に当たんない感じだったね。これそうですこなんかここベストボールですよ。そうベストボールの方がチャンスですよね、うん、多分そう全部ベストボールですよね。ティーショットもそうパターンもそうもうバーディーだよ。バーディーバーディー取らんとダメよね。取らんとダメ。全部ってあのスクランブルみたいな感じじゃなくて、はい、いいスコアってことね。あそういうこと。あそうそう普通に自分で回る。そう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 。なるほど。どうぞあのもうじゃあすごい近くまで。そんなにチャンスでもない。何ヤード175、ま、真後ろまで割と長いね。長いそれ上りあの下り込みで。うんここまで大丈夫です。下り込みで175か下りでも2しかなかった、はい、ここまで大丈夫。真後ろがいい。これは奥なんかな。奥ですか、はい、違うの当たんない。手前から行ったのが良さそう。確かに手前の方が良さそうだね。せやら5番アイアン縛って飛ばないんです。いいアイアン使ってるね。そうなんです。スピンがこれ実はねアリソン・リーの古いクラブなんですよ。あ、そうなの。はい、上の方どうでもいい自慢。スピンが入るんで飛ばない。私からでいい。はい、ふかふかしてるじゃないですか、うん、ふかふかしてるところはティーしてもそのそこにあっても飛ばない。横田先生の講義中です、ね、ちょっといい勉強になる。うん、うん、今週がそのコーチクロシアがふっかふかなんですよ。そうだね。だラフとか行っても飛ばないの。ブワーってスピンかかっちゃって、フェアウェイより飛ばないぐらい。あのセミラフに上がった100ヤードとかね、ショートするよね、ウェッジで打ったら。あ、そうなんだ。うん。勉強になります。はい。わかった、EP。わかった。今横さん飛んじゃったけどね。ね、飛んだよね。ちょっと飛ばないと思って。いやでもバックティーノがもうここまでふかふかしてないし。ここが、うん、お、いいんじゃない？すごい。ポッコンしたけど。ちょっと上っ面だけどね。手前なら。超手前。まあ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 。手前すぎた。なんか変な当たり。そうね、当たりがちょっとあるのか。今みたいにこうふかふかしているとか上っ面に当たりやすいっていうのもありますね。そうなんだ。近め。あーごめん、でかいかも。待って、ここは2人どっちもプレイしていいスコアってことですよね、うん、そうですよ、はい、偶数ホールなので。ごめんね、厳しいな。なかなかいいショットが出ないですね、うん、またスタートじゃけんね。俺のバンカー絶対あれじゃ難しい。いやあれ難しいですよ、上からですもんね。多分ね。ありがとうございます。フィリピーが一番いいんじゃない。下からのアプローチ。そうでもやめて、そういうプレッシャー。あ、そうか、ごめんね。あのボギーでいいよ。それはダメ、それはダメじゃけど。分かった、入れるね。入れて。ここからグリーンみたいな。それプレッシャーやろ。なってるんで、あれはもうこっちに向かって今ダメじゃけどって出たね。本当だったら出た出た。多分ポイント同級生と喋ってると出るね。落ち着いちゃう。落ち着いちゃう。落ち着いちゃうね。どうでも動物の森やってないよね。動物の森。いや、そう竹を見ていますと。全然話変わるやん。いや、竹を生えて生やしてるんだよ、私の動物の森の中で。やったことない。あ、そうですね、今。一回も。スイッチ、マジでちょっとやってみてほしい。みんななんかハマっとる。いや、あのね、本当にすごい。の方がいるから人生楽しくなる。みんなハマっとるよね。ハマってる。うん、やってます？やってない。あれ、マジでいいですよ。本当？うん。やってる人にしかわからない。幸せがある。なんかスイッチすら持ってない。確かめる意味では、すごく
いや私も持ってなかったです。そのために買ったの？あつ森のために。いただきました。なんかあまりにもハマっちゃったからもういいよみたいな。あ、なるほど、ね、あげるよみたいな感じになっちゃった。そうです、これです。結構手に入んないんだよね。え、らしいですね。そうなんだ。うん。全然やったことがないからあんまゲームやらなそうだね。やらないです全然やらない。一回でもドラゴンボールのゲームやりました。そうなの？格闘の？逆にやるならドラゴンボールだそう、なんかあのなんかこうピコピコするやつで、うん、あのちゃんと物語になってて悟空が子供の頃から戦っていくっていう、うん、ゲームをちょっとしたことがあります。え、お兄ちゃんとかいる？一人っ子です。一人っ子ですね、はい。あ、でも ドラゴンボールとか好きなんですよ。よくわからん。なんかね、あの漫画が好き。仁義なき戦いとかね。あ、そう、大好き。大好きだから。鬼滅とか？鬼滅も好き。なんかでもアニメが好きなわけでもないんだけどね、そんなに。漫画が好きです。ちょいオタクぐらい。ドラゴンボールもアニメは見ないんですけど、漫画が好き。漫画が好き。じゃあ最初から見てるんだ。ドラゴンボール前回読みました。入ってないわ、俺。うん、面白かった。最初なんかね、ちょっとギャグ漫画っぽい感じだったよね。そう、途中から急にえみたいなシリアスになってくる。はい、そうそう、すぐ近くまで来てください。そうですね。ヨウさん、こっちから行きます。はい。14ヤードぐらいですね。はい。5人もらっていいですか？5人、ごめんなさい。止まって。お、あんま止まらなかった。飛ぶんだな。やばい。いろいろ、全然、ダメですね。ギャラリーもいるしね。ちょっとダメだ。まだ決まってないから、そんなこと言わないでください。いやいやいや、はい、セラさん待ってください。はい、待ちます。なんか今、よかったのに、そっからウェッジかって言われたから、ちょっとチャンダ間違えた。いやいやいや、いいんです、いいんですよ。いやいやいや。羨ましい。はい。お、何から何に変えたの？いや、今56から60に変えたんですけど、ちょい突っ込めるよ。わあ、ごめんなさい。うん、うん、頑張ろう。ミスショットですね、うん、私もミスった。ナイスミス。ナイスミスナイスミスじゃないよ。自分に甘いね。はい、助かってます今のとこ、はい、52度で。ほう、ね、2メーター手前、 2.5 メーター手前までこう逆面わかります？黒い、うん、で、そこから下りなんで登って下りのちょっと距離感難しめ。52度。頑張ろう。奥田さんのやつ、うん、登れって言って遡らせるっていう落ちが最高。ターンって打っちゃダメで、登れって言って打ちます。止めたい、止めたい時は、うん、止まれ止めたい時はまだ教わってないそれは奥田さんじゃないか、切った理由だ。あ、うまい、うまい、のぼれ、ちょっと言うのが遅かったじゃないですか。ちょっとな、うん、あそこがもうちょっと突っ込みたかったけど、まあまあ、はい、あ、そうか、うん、よくわかったね今すごい悩んでたありがとう。パター変わった。嘘、変わってないセーラ全部変わっとるって言うけど、あれテラスやなかった？ん、テラスパター、テラスパターも1年ぐらい前。あ、そう今さっきから全部なんか私のクラブ変わったって。ありがとうございます。変わってないのもあるのに、うん、まあ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 、うん、もうね、入っちゃい、あー曲がらん、うん、オーケーオーケー、オッケー牧場。オッケー牧場。ピンお願いします。はい。牧場。
ごめんね、セーラー。全然いいんだよ。もうちょいパパの調子が良ければね、もう。入るよ。ルンツルンとしてるけど。スライスラインばっか残るな。やったー、ナイス、ありがとうございます。ナイスパー、やったー、ありがとう。ういプレッシャーをかけられました。ありがとうございます。おお耐えた。ナイスです。ホール逃げてましたよ、うん、今ホールから。エンターテイナーですね。な、本当に本当に。いや、はい。ちょっとね勝負動いてないですけど、はい、まあ、そこそこ取れ高あるので。はい。ここで締めますか。はい。ちょっと、はい、エンディングを。お疲れ様でした。はい、今日は本当に。なんで勝手にやるんで。なんで勝手に終わらすんで。はい。はい、ということで、歩きながらでいいですよ。はい。出だしはね、ちょっとした、あの、アクシデントが。アクシデントありましたが。出だし、一応パー。うん、パー。一応パー。なんちゃってパー。はい。なんちゃってパー。はい、パーパーで。パーパー。今のところオールスクエアでございます。まあ、ダボダボと言いますかね。どっちも一緒ですね。どっちにしても。マッチプレイだから。はい。で、2番もパーということで、今回のゲームは、マッチイブンと。はい、ということで次回3番ホールに参りたいと思います。はい、次の動画をご覧ください。はい、お願いします。お願いします。ありがとう、はい、ありがとう。